このチャンネルでは MLB で活躍中の日本選手をはじめ海外のビッグ選手のハイライトをいち早く皆様にお伝えしていきます。私はウグイス嬢の桃と申します。どうぞよろしくお願いいたします。エンゼルスの大谷翔平投手、27は25日、日本時間26日、本拠地ガーディアンズ戦に2番 DH で出場し、4打数無安打、2三振だった。1番での出場が続いた大谷が今季2番に入るのは初めて。チームは3対0で勝った。投打、二刀流の大谷は、開幕から17試合連続でフルイニング出場中も、打者では打率2割1分1厘、3本塁打、9打点と本領発揮とまで言っていない。試合後、ジョー・マドン監督は、大谷に休養日を与える必要があると思うか、という、米メディアからの質問に、我々は今、様々なことを話してる。彼は翌日に先発で投げるので、私は彼と話すつもりだ。今夜、考える、と話し、26日、同27日、の同戦で今季初めて、休養を与える可能性を示唆した。大谷は27日、同28日、の同戦に先発予定で、今季2勝目を狙う。最後までご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは、桃宛にお気軽にコメントしていただけたら大変嬉しいです。また、見てよかったって思っていただけたら、チャンネル登録、グッドボタンをよろしくお願いいたします。